ミシェル・マクール、女性、1980年1月25日隊は、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、ディーバである。アメリカフロリダ州、パラトカ出身。2004年に、WWE の RAW で行われた2004ディーバサーチに参加。同年11月18日、スマックダウンにおいてデビュー。ベビーフェイスとして活動する。2005年の8月に、 WWE のファーム団体ディープサウスレスリングのトレーニングセンターへ送られる。2006年6月2日にミドルスクールの女教師というキャラクターでスマックダウンに復帰。ケイシー・ジェームスとアイドルスティーブンスのマネージャーとなる。しかし11月に体調不良や腰痛などで緊急入院することになる。検査の結果、腎臓の肥大と電解出代謝異常が判明する。 その後すぐに退院したが、しばらくは自宅で療養することとなる。2007年3月30日に復帰し、復帰後はジリアンホールと構想する。5月には RAW で行われたビキニビーチブラストバトルロイヤルで勝利。9月からはチャック・パルンボのマネージャーとして活動する。2008年4月にディーバコンテストで優勝するが、結果に不満のあるビクトリアがナタリアを連れ、 マクールと準優勝のチェリーを襲撃する。このことにより、ビクトリア、ナタリアと交想する。7月20日グレートアメリカンバッシュにおいて、対ナタリア戦で勝利し、ディーバズ王座初代王者となる。12月に行われた防衛戦で、マリースに敗れ王座を失う。試合後、特別レフェリーを務めていたマリアを襲撃し、ヒールターンする。ヒールターンしてからは主に、 マリアやイブトーレスと構想し、王座をめぐり、マリースとも構想する。2009年5月頃からアリシア・フォックスを従え、王座をめぐり、ゲール・キムやメリーナと構想し、6月28日のザ・バッシュで、メリーナから女子王座をダッシュする。アリシアがトレードで RAW に移ってからは、レイラと共にメリーナ、イブ、マリアと構想する。10月に行われたディトレードで、 メリーナ、イブが移籍し、RAW から移籍してきたミッキー・ジェームスに対して必要な周知をする。ミッキーを相手に TLC の王座戦で女子王座を防衛するが、ロイヤル・ランブルでついに王座陥落する。しかし2月26日のスマックダウンで番組の相談役のビッキー・ゲレロの助けもあり、再び王座に返り咲く。その後はベビーターンした。 ベスフェニックスと抗争し、4月25日のエクストリーム、ルールズでの王座戦で、ベスに敗れ王座を失う。王座陥落後は、レイラと行動を共にし始め、5月14日のスマックダウンでの2対1のハンディキャップマッチで、女子王者のベスからレイラがホールを奪い、レイラが自身初の、w、WE 女子王座を獲得する。後にレイラとの共同王座となり、 王座戦ではどちらかが戦うことになった。NXT シーズン2ではカバルを指導するプロとして、レイラと共にレイグールとして登場している。8月からレイラと共に、RAW のディーバズ王者のメリーナと構想する。9月のナイトオブチャンピオンズで、ミシェル対メリーナの王座統一戦で、ミシェルが勝利し共同統一、ディーバズ王者となった。その後から、 ナタリアと抗争し王座を防衛し続けていたが、11月21日のサバイバーシリーズの2対1のハンディキャップマッチ形式の統一ディーバーズ王座戦で、敗れ、王座から陥落する。2011年4月、フェニックスとケディ・ケディのタッグチームに敗れ、レイラとの不和により、レイクールを解散した。その後も、レイラとの異根が残り、5月1日のエクストリームルーズにおいて、 ノーディー級ノーカウントアウトルールの敗者、追放シングルマッチが決定。この敗者追放マッチに敗れ実際に WWE を退団した。ありがとうございます。